ミスエルテについてお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、一問一答の第1問です。はい、ででん、ミスエルテは、はい、女の子らしい馬である。はい、おお、どういったところが女の子らしいですか？いや、可愛らしい。あ、普段からも可愛い。いや、どんじゃいない、可愛らしい。誰かちょっと1万円持ってきてください誰か、はい、あ、じゃあ結構馬房でもおとなしい感じですか？可愛らしい子ですよ。あ、じゃあ先生もメロメロな。そうですね、ゾッコンってやつですね。あら、これはもう片思いです片思いですか、はい、では第2問、はい、怪物と表現されるのは少しかわいそう。そうですね、はい、おお、やっぱり女の子らしいからですか？はい、そうですね、お父さん怪物って言われてましたけどね、怪物の娘って言われるのは、うん、まあそうなのかなと思うんですけど、うん、この子自体怪物って感じでもないんでね。先生がつけるならこうキャッチフレーズっていうのはありますか？なんだろう、小悪魔キュートみたいな。あら、そそられる、はい、すごくそそられますね、はい、ちょっとツンデレな感じなんですか？いや、あの厩舎では割とねデレデレなんですけど、まあ調教所出るとやっぱりちょっとカッカカッカして、ね、あ、レースの方向かうと。そうですね、レースでもそうですし調教でもやっぱりちょっと落ち着きがないというか。でも前走のあの勝ち方はすごかったですよね。そうですね、まあ折り合うとね、うん、しっかりいい切れ味を見せてくれますね。なるほど、では小悪魔キュートですよ皆さんそれでは第3問、はい、でも能力は怪物級のものを秘めている。いや、秘めてると思います。今のところまだ2歳ですけれど、ね、どういったところがセールスポイントになりますか？やっぱスピードとか瞬発力はもう非凡なものになります。前走も少しだけスタートちょっと出遅れてましたけども、ね、やっぱりお直線は安心して見られてましたか？あ、僕はもうあの出遅れてしみしみと思ってます。結構どよめきましたもんね、場内もわーみたいな。いや、俺は、あ、僕はもうなんか、うん、あ、よかったってよしわー、すごい、それほど自信を持っていらっしゃるんですよね。でもまあ折り合い難しいもんでね、あの馬の後ろで折り合いつけた方がいいタイプなんで。では第4問、今の時期牡馬牝馬の差はない。あら、バツ、やはりちょっとありますか？はい、あります、ちょっとあります。どういったところがありますか？どういったところか、うん、まあ、全体総合的に見て、やっぱボバの方が上ですよね。調教を見ててもそうですよね。だいたいボバの方がやっぱり差が出てきてますよね。夏場はそうでもないんですけども、うん、だからその1キロの恩恵受けてますよね、女の子は、ね、あ、そうですね、軽くなってますよね。ゴブだったらそのないですよね。ボバも牝馬も、うん、同じ斤量で出走します。夏場なんかそうですよね、うん、秋ぐらいになってから1キロで、ね、3歳とか振る舞ったら2キロ差設けます、うんうん、そういったところで少し差があるかなという感じです。そうですね、それはまあ全体的に見てっていうことじゃないですか。ただやっぱり、うん、その答え答えが1対1で、じゃあどっちが能力高いかって言ったら、はい、うん、中には牝馬でも、うん、そのオス馬よりも能力高い馬いますし、はい、それは個体によって違います。ミスエルテはどう先生的には見られていますか？まあ、ある程度やれるやろうと思ったんで浅い配選択しました。いや、この選択ミスエルテとしてもこう、頑張るぞっていう感じになってますか今？いや、本人は分かってないですね僕は今後なんか牝馬限定なのかっていうのは分かってゲート入ったらあれって感じですかねまあ今週競馬が近づいてるというのは確実に分かってると思いますけどもうん、うん、あのこれが G1 なんだとかボバ今後とかいうのは多分分かってないと思うじゃあ必死に走ってくれることを。いや、必死じゃなくていいですね。あ、そうなんですか？頑張ってしまってね、折り合いもエキサイトしてね、折り合いも結構難しいもんでね、テイキットイージーでいいです。お、かっこいい横文字でしたね、テイキットイージー、はい、馬なりでその馬らしさを走ってくれたらいいって感じですね。そうですね、もう気楽に行こうっていう感じですね。わー、すごいな。では最後の問題です。問題？はい、問題じゃないな。質問ね。質問です。はい、一番人気に押されても構わない。うん、そうですね。はい、おお、やはりそれぐらいの自信が。はい、いや、あの人気っていうのはそれだけ評価されてることなんでありがたいことですしね。プレッシャーありますけども、はい、ありがたいこと。嫌じゃないです。先生やっぱ緊張たくさん
プレッシャーとかもあったと思うんですけれど、そういう時ってどうやって乗り越えられるんですか？はい、なんだろうな、よく寝てよく食べることですね。はあ、人間の基礎ですね、それは。はい、そうですそうか、私あんま寝てへんから気をつけなあかんな。頑張ってください。頑張ります。ではこのレース、今回阪神、はい、マイル戦となりますけれども、この馬にとって今回の距離とコースいかがですか？まあ、距離は 1600m もギリギリだと思いますんでね。あと、まあ後方でね、うまく足を溜めてしまい追いかすければすると思うんでね、阪神の長い直線はプラスに働くと思います。これはちょっと期待がやはり大ですね。ではファンの皆様に向かってメッセージをお願いします。そうですね、まあ、衝撃のね、新馬戦からね、かなり、たくさんのファンの皆さんが応援していただいてるんですけどね、まあ、今回ちょっとサプライズでね、采配出走ということになりましたけども、なんとか好一点頑張って、皆さん期待しているようなカミソリのような、ね、鋭い切れ味をお見せしできればいいなと思っております。頑張ってください。はい、ありがとうございます。シャキーン。